3月3日日曜日です。原宿にあるセレクトショップノマディックライフマーケットっていうお店なんですけれども、来週3月9日にここでフリーマーケットをやります。このお店にご協力いただいて、店内の一部をですね、店内の大半をこうお借りしてですね、フリーマーケットを行います。でどういう方が出品するかっていうと、今のところですね、7、8人予定してるんですが、まあ、モデルさんとか、普段から交流のある、スタイリストさんとかに出店していただきます。当日の出品者にはかのこさんも来ていただけます。いろいろ服結構たくさんあるんだよね。はい、きつくした服、きつくした服、きつくした思い入れのある服か思い入れのある服をですね、みんなこう持ってきて持ち寄って、ここで販売しますので、ぜひ遊びに来てください。でお店にはですね、コーヒースタンド、コロッソっていうお店も入ってますので、ここで、コーヒーを頼んでいただいて、コーヒーを飲みながらこうゆっくり買い物をしていただけるという感じで、ずっとフリマをやりたくてやっと実現したという感じで、結構このトントン拍子にあんまり準備する期間がなく、この告知も1週間切ってしまったわけですけれども、楽しいフリマにしたいと思ってますので、フラッと気軽に立ち寄ってもらえればなと思います。それと4階にここの4階があるんですけど、結構広めのテラスがあるので、そこでコーヒーを飲んでもいいし、ゆっくり喋ってもいいし、本当にいい雰囲気の場所になってます。今のところ3月9日は晴れの予報なので、気持ちいい日になるんじゃないかと思ってます。協力していただけるお店の方々です。本当に感謝しております。待ってます。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。有意義な打ち合わせでしたね。いろいろ具体的に決まったんで、決まりました。あとは当日を待つばかりということで、よし、今日は雨だけど9日は晴れ予定なんで、晴れ予報なんで楽しみです。ありがとうございました。